山崎正義のクラフトパパ。クラフトパパのお時間です。今日はですね、スタッフがね、トイレにサイドテーブル欲しいです。サイドテーブルショーみたいなやつ、人生で詰めんなんてないね。この角を凶器になるから切ってまおうかな。丸めるってこと。そうそうそう。クラフトパパ、山ちゃん、初心者の人にもこれ作れると思う？今回ね、一番多分難儀するのね、足つけるときやと思う。いや、今からなんですね。横の方が難しい。角取れた。でもね、もう何年もして角が取れたな、あいつってよく言うよね。尖ってたな。触るとやけどしてたよなみたいな。そんな表現ないか。山ちゃん、育てたんちゃう？全然。可愛い。可愛い。虫も殺さない。顔してとんでもなく。これがそのコーナー、三角コーナーね。こういうテーブル。二つぐらいの。ほら。狭いのイメージでこんな感じと。そうそうそう。次は穴開け作業です。これが24なんですよ。でもビット的に20まで、25だと大きすぎるんですよ。25に差し込んでくさび打ってもいいけどね。それやってみようか。そっちの方が早い。25の穴を開けます。開けましょう。これが25。25です。25日をお待ちしました。これがビット？これがビット。これで穴が開くわけですね。山ちゃん歌手やからなんか歌いながらやるとかあんのかな。俺物作ってる時ってもう本当何にも歌わないよ。まあそうやろうな。今回オーダーいただいてるスタッフさんって、なんかご関係とかどういう方なんですかね。いや、マネージャーですよ。まあ長いご付き合い。そうですね。その方のオーダーやったら断れへんみたいな。いや、断るんだ、なんぼでも断れへん。よ、こんなんでも頼みよ。クラフトパパ。さあ、開けますか。それこそね、これ下にあるものを挟み込んだ方が、ここにこうやってクランプで挟んだ方が、なぜかというとバリがね、バリ、バリ2人でバリにこう、いや、ちゃうよ、ちゃうよ。バリってなんなん？バリ毛羽、木の下、ほら、きれい。こんなのね。ああ、綺麗。これは、はいはい。これはちょうど入って、あ、ぴったり入って、ここにくさびを打つことによって固定。ああ、全部木製やっていう。木製。話だよね。ジュピター。最後の穴開いたかな。ラストホール。ラストホール。やかましい。ちょっと見せてくれね、これね。ああ、開いたな、これ。いい感じね。いい感じや。クラフトパパ。さあ、こっからはね、高さなんだけど、ここが一番。さっきお話ししてたんだと450とか。じゃあ450しますか。ね、所属アーティストこんなもん作るし、この間看板作ったからな、俺。看板はどこに？会社の玄関に。玄関に飾りたいって言うから作ってください。先生。これはあとヌンチャクかなんかにしてもらう。くさびをね作りたいんだけど、あ、いいですね、いいですね、これね。その飾りをどうするんだよ。これをくさびに型に形成してのみとかで、ここに切れ込み入れます、そこに原能でぶち込む。で固定できるって。何踏んでんねんお前。燃やすぞ。クラフトパパ。これが木を固定できるようなものになってて、ここ切り出しました。財布のこれぐらい。とこれで試しますね。そんなのこぎりはなんか特徴あんのかな。じゃダボ用。そうダボをこういう風にしてこういう感じで切れる。で家具も傷つかないっていう。うちのオリジナルのこぎり。そうなんや。女性の方でもお子様でも軽い力で切っていただけるような切れ味のいいノコギリ。日本のノコは引くんです。海外は押すんです。そうなんや。なんか腹立つからこのシール貼っといたのが丸棒って。よし。鎖を作りますね。はいはい。多分長さがこっちがあったかもしれないですね。こっちやん。まちゃん間違えよかった店長。店長教えてくれたらミセーフやな。間違えて切ったわけじゃない。このシールの方が長いんだ。端材です。よかった。そうね、最初からシールのある方俺が使うはずなんや。なんか腹立つからこのシール貼っといたのか丸棒。さあ3本長瀬一緒か。一緒や。そりゃそうやろ。クラフトパパ山ちゃんこれダボを使うって言ってなかった。ダボトラブルを使おうと思ったんですが、ちょっと試してみたいことがあって、ダボだとおそらくここの面積に2本ぶち込むのはおそらく無理なんですよ。なので、さっき穴全部開けましたよね。開けましたね。それが25ミリの穴なんですが、これ24なんです。ちょっと小さめ。あ、ね。そう、スカスカです。で、ここに先のこで切り込み入れましたよね。その切り込みの中にくさびをぶち込もうと。すると、これは広がって固定される。くさびだと、こいつがガタついた時に、また打ち直すことができる。で、まずくさびを。取り返しやすいんやな。あ、割れた。割れるでしょ。それで。これ削っていく。よしよし。どうした。これをここに。あ、入った。入ったね。さあ、試しに一本ぶち込んでみると。はい。ぶち込んだ。ああ入ってるな。よし。いい感じで日々入るよね。やっぱりこの木やっぱりちょっと柔らかいからね。あ、ほんまや。でも大丈夫。後で木工パテで埋めたるから。そのために借りてきたんだよ。気にせえきやなそれ。ああ。ほら強度。すごい。頑丈。それでさっきの細工のこあるでしょ。これでここ。ああ、さっき言うてたように。はい、できた。ああ、すごい、やった。先生どうですか。すごいと思います。やっぱり、ネジとかを使ってないっていうのがポイントですよね。そうです。いいんじゃない。ちょっとこう。平行がまあそれ愛嬌でね、全体的にやすりかけて色塗って完成って感じ。そうですね。クラフトパパ山ちゃん、次は何するの。次はね、仕上げサンダーって言って、まずこの角危ないから面取りと、面取りって何やったっけ。この角を取るよね。免許停止やない。いいいい感じ。ああ、これでどっちいけた？いけたかな。あとはこれにバトコオイルっていう。バトコって何なの？オイルフィニッシュでちょっとナチュラルな色が出ます。このオイルを塗る、塗ったら、これ俺の持論なんだけど、火もなじんでこう風合いも出てちゃんと強くなるような気がする。最後にオイル仕上げがするのが山ちゃん流。やりますから。はいはい、やりましょう。クラフトパパ、次山ちゃん何するんだっけ？オイル、僕もだいぶ追いが進んできました。でも実際にこれをオイルフィニッシュで最後のローテーブル仕上げ。お芋若きもお芋だよ。そんなにたっぷり？うん、たっぷりってね、こう、こいつでね、匂いもいいんだ、これ。このね、瞬間が結構俺は好き。あ、好きなんね。いつも木の味わいが浮き出てくるでしょ。はいはい。これ本棚にもなるんちゃう？あいいんでないかい？うん、いいね。完成かな？完成やね。やったー。どうですか？いやー、今日のオペはね今日のオペはね、うん、疲れたよ。クラフトパパ。ねえねえ、山ちゃん。うん、ないない。ようやく完成したけど、ちょっと感想言ってもらっていい？完璧やろ。これは売れるやろ。これをね、スタッフのね、T 女子にね、T さん、そう、T 女子がこれをトイレのコーナーに欲しい。そうやったな。そうで、わざわざ三角にしたんですよ、T 女子。T 女子。T さん、こんにちは。これだよ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。トイレットペーパー置けよ。ここに。嬉しい。置けた。芳香剤置けよ、ここに。置きたい。こうやって。これは買えよ。それは買える。それは。これも山ちゃん作ったよな。スピーカーだ。スマホを入れるんだよ。で、すごい。あそこが角だとするだろ。はい。ちょうど角にね。合うようにしたんだよ、これ。見てみる、これ。すごい。でこの辺が多分トイレットペーパーだったな。そうです、左側にトイレットペーパー。だから三角形にした。ありがとうございます。四角形だと足が当たるだろ。そうなんです、蹴っちゃうかもしれないなって思いました。ちょうど便器この辺だもん。うちのトイレ知ってるな。知ってるよ、写真見たもん。嬉しい。しかも角取ってくれ。角取ってるよ。角が立つだろ。T さんにちょっとこだわりポイントちょっと教えてあげてよ。これはね、接着剤使ってません。一切釘とかそういうのも使ってません。木だけです。そうやな。すごい。そこもなんかで読みかけの小説なのか。単行本が置ける。あるあるある。即興で作ったけど、なかなかいいですよ。これは嬉しい。置けるやん、まだ置けるで。まだ嬉しい。トイレットペーパー6個置けるやん。買いだめできる。買いだめできるやん、ほら。あ、いけるいける。まあ見えててもしゃあないけど。どんだけ拭くねんっていう。まあローテーブル。ありがとうございます。贈呈いただきます。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。しっかりしてる。すごい。いいな。全然痛くない。この割れたクラックもちょっと割れてるけど、これも味なんで。大丈夫ですか？抜けたり取れたりはせえと。もし起きたら持っていきますね、山さんと。お前が直せ。クラフトパパ。山ちゃん、今回のシェルフ何点か教えてくれる？ちょっとこう。ひび割れが出たからね。75。75。あ、設計上はすごく良かったと思う。トイレに置く分には、この足を丸くしたんで、ちょっと可愛くなった。クラフトパパ。はい、今回はスタッフの要望によりトイレにあるローテーブルを作る羽目になりましたが、設計図もなく即興でバーッとやりましたけれども、まあちょっと作戦勝ちでしたね。くさびを使ったのが良かったかもしれません。じゃあまた、次回お会いしましょう。クラフトパパ山崎正義でした。クラフトパパ